アンリ・ドルレアンは、フランスの旧王家である、オルレアン家の当主、フランス王位請求者。名目上のフランス国王、アンリ・七世として、正統派の一部と、伝統的な、オルレアン派に支持された。パリ博及び、フランス公の儀礼称号を用いた。先代のパリ博・アンリとその妻、イザベルの長男として生まれる。当時、1886年亡命法によって、 フランス君主位請求者とその家族は、フランス入国を禁止されていたため、隣国ベルギーのボリューエ・サン・ピエールでの誕生だった。1940年に、祖父のギーズ・コージャンが死去して、父・アンリが、オルレアン・家家長になると、父によって、同ファンに除せられた。1947年、バンサン・オリオールの特別法令によって、フランス入りを許されて、1953年以降、 パリに居住。その後は、パリ政治学院へ進み、1957年、同学院公共政策専攻のディプロマを終了。アルジェリア戦争に従軍した。1957年、登園にあたるマリー・テレーゼ・フォンビュルテンベルクと結婚した。結婚と同時に、アンリは、父から、クレルモン伯爵に助釈された。マリー・テレーズとの間に三男二女を設けた。 アンリと妻、ミカエラ・コーシーニョ・マリー・テレーズとの夫婦仲は悪く、1977年に別居状態になり、1984年2月には離婚が成立した。1984年10月、チリ系移民の血を引くミカエラ・コーシーニョ・イキニョ・オネスで、レオンと再婚した。この再婚は、カトリック教会からの承認を得ずに行ったために、 オルレアニストの大部分から支持されず、父、アンリの激しい怒りを買った。ミカエラとの再婚が原因で、父によって継承権とクレルモン博の称号を剥奪され、代わって、クレルモン博より、格下の称号である、モルタン博に除釈された。1987年、父は、アンリの息子、ジャンを、後継者に指名した。パリ博アンリ1991年、 父、アンリの態度が軟化したことで継承権と、クレルモン博の称号を回復し、1996年に継承者と定められた。1999年に、父の死によって、家督を継いだ。2004年12月8日、オイシャルル・フィリップ・ドルレアンに、安住公の称号を授けた。2009年3月に、カトリック教会によって、 マリー・テレーズとの婚姻の向こうが宣言され、同年9月に、ミカエラとの宗教婚が行われた。結婚式は9月26日、バスク地方の町アルカングのシャトーダルカングで挙行された。2019年1月21日の朝、皇居。くしくもこの日は、ルイ16世の226回目の命日である。アンリは、毎年恒例である。 ルイ16世の追悼ミサに出席する準備をしている時に突然疲れを感じてベッドに戻りそのまま息を引き取ったというその死は家族にとっても予期せぬものだったフランスで2018年11月17日から発生している黄色いベスト運動に対して1月17日にデモは平和にやりなさいと ツイッターで国民に向けてメッセージを発したばかりであった。王党派組織、アクションフランセーズは、アン里の死を受けて、国王崩御、国王万歳、とツイッターに投稿した。2月2日、ドルーの三類王室礼拝堂において葬儀が催され、モナコ大公アルベール二世やマエスペイン王妃ソフィアを、はじめとする各国の王公がこれに参列した。 各国王侯からの葬儀参列者リスト。ありがとうございます。